まあ牧野のフレームを、まあ、S 級上がってからずっと使ってるんですけど、まあ、材質はそんなに硬いフレームじゃなく、まあ、普通ぐらいだと思うんですけど、まあ、バックフォークのこの潰してある部分が、まあ、特徴的な、まあ、ちょっと硬くなるっていうので、まあ、剛性出して、硬くしてるんですけど、まあ、全体的に特徴は何なんですかね。全体的なフレームの硬さはそんなに硬くないんですけど、こういうフォークなりバックフォークなりをすごく硬くして、バックはまあ全体的に踏み出しを良くしようかなっていう意味でしてみたんですけど、あと前フォークはやっぱしそのコーナーの入り口でスピードが殺されないようにうまくコーナーに入っていけるようにっていうのを試したらすごく良くて、まあ、それからずっとやってますね。A 級の時はブリヂストンでオレンジでずっとやってたんですけど、なんかパンチがないなっていう感じで S 級上がった時から乗り出したんですけど、まあ、やっぱしなんかこのなんかダークブルーっていうか濃い青がすごくなんか自分にフレームを選ぶ行った時に魅力感じて、ずっとそれからこれなんですけどね。まあ細かく ちょっとずついろいろ試したりしてますね。そうですね、セッティングなり自転車もものすごく大事だと思うんで、もう追求し続けていってます。かなり考えてる方だと思いますね。今日持ってきたこのフレームは、まあ、ここのシート角っていう部分が4度半のやつなんですけど、今競走で乗ってるのは6度でちょっと立ててるやつなんで。まあ、全然そこを変えるだけでも全く違う乗り物にもなりますし、まあ何が自分がね一番こう自分の体に合ってるのか、まあ今試行錯誤して日々見つけてる最中なんですけど、全然違います。ここのネジを少しピッていじっただけでも全然自転車別の自転車に変わっちゃうし、本当になんか競輪の自転車は奥が深いと思いますね。練習と同じぐらい大事なもんだと思うんで、自転車とのそのフィーリングっていうのが、だからまあすごく考えながらパーツ選んだりそのセッティングなりはやってますね。そうですね、自転車自体はものすごく好きなんで、まあロードレーサーなり乗らないですけど持ってたり見てなんかニヤニヤしたりしてます。そうですね、自転車の雑誌とか見るのが好きですけど、まあプライベートで自転車乗りたいとは思わないですけどね プライベートはもう本当車な感じですけど、まあ本当に練習で乗る本当相棒みたいなもんなんで、大事には使いたいなと思ってます。いや、その状況はすごくありがたいんですけど、自転車がブームイコール競輪ブームっていうわけになってないんで、それはちょっと悲しい部分ですよね。もう少しやっぱり競輪場に もう興味を示してもらいたいですよね。どうですかね、まあ競輪に関してはやっぱしそのスピード感なり音なりぶつかり合いなりいろいろあるんで、まあ、それは競輪場に来ていただかなきゃ分かんない部分なんですけど、まあ普通に日頃自転車ロードレーサーなり乗るんであれば、やっぱそのなんか日頃自分走ったりしても出ないスピードなり味わえますし、そのスピードによって風の体感できるわけじゃないですか。そういうのはすごく気持ちいいなと思うんで、まあ、そういう部分が一番魅力的かなと思いますね。